皆さんこんにちは、ベスルンです。マリサだぜ。今回もスカイリムの歴史の時間がやってまいりました。今回はスカイリムの主人公もそうであった、ドラゴンボーンについて解説したいと思います。ドラゴンボーンってドラゴンの魂を吸収してシャウトを使えるやつのことだよな。まあざっくり言うとそうなんですが、今回はスカイリムの主人公が最後のドラゴンボーンというだけあって、ドラゴンボーンは過去何人いたのか、どういう人物がドラゴンボーンだったのかなど、ドラゴンボーンの歴史について解説したいと思います。ドラゴンボーンの歴史か、今回もよろしく頼むぜ。それでは本編スタート。ドラゴンボーンは人間の体に竜の血と魂を持つ、非常に稀な個体で、通常何年にもわたって研鑽を積まなければ使用できないスウムと呼ばれる声の力を、ドラゴンと同じく生まれた時から自然に使うことができ、倒したドラゴンから知識を得る能力を有しています。スカイリムの主人公、最後のドラゴンボーンは、ドラゴンを倒すとその魂を吸収し、その知識を得ることができますが、すべてのドラゴンボーンにその能力が備わっているわけではありません。最後のドラゴンボーンを含む何人かのものだけが、その特殊な力を持っています。それでは最後のドラゴンボーンが誕生するまでの、歴代ドラゴンボーンたちを見ていきましょう。一番最初に誕生したドラゴンボーンは、メレシック時代にドラゴンプリーストと出会ったミラークです。ミラークは第4期にソルスセイムで復活するのですが、それまでは第1期に登場するアレッシアが最初のドラゴンボーンだと考えられていました。メレシック時代ドラゴンが人々を支配していた頃、ミラークはドラゴンプリーストとして、ソルスセイムでドラゴンに仕えていました。ある時ミラークは黒の書と呼ばれる、デイドラの王子ハルメアスモラのアーティファクトを手にします。彼は黒の書に記されていた禁じられた知識、服従の力を手に入れ、自身が仕えていたドラゴンたちを倒し、その力を吸収していきます。ミラークは人間たちがドラゴンの支配から解放されるために起こした優戦争において、古代ノルドの英雄、石岩のハコン、黄金の柄のゴルムレイス、フルキフェルデルに、ドラゴンボーンとして世界を喰らう者、アルドゥインの討伐に力を貸してほしいと頼まれましたが、その誘いを断り独自の軍でドラゴンに抵抗しました。しかしミラークは同じドラゴンプリーストであった、プアーロックとの戦いで敗れてしまいます。ミラークは戦いに敗れてしまったものの、間一髪のところでハルメアスモラによってアポクリファに転送され、その後復活するまでの間アポクリファで過ごします。そして第4期に入り彼はソルスセイムに出現、最後のドラゴンボーンと戦うことになります。ミラークは声の達人であるグレイビアードたちにも劣らない、強力なシャウトや独自の武器で最後のドラゴンボーンを苦しめますが、最終的に彼は再び戦いに敗れ、呆れたハルメアスモラに殺されます。やっぱりデイドラと取引するといいことないな。二人目のドラゴンボーン聖アレッシアは、第一期にエルフに奴隷にされていた人間たちを解放した英雄です。タムリエルの歴史を第一期から見ると、彼女は一人目のドラゴンボーンということになります。アレッシアは奴隷を解放するために赤と種と契約したことで知られており、生まれつきではなく後天的にドラゴンボーンになったと考えられます。そのためか彼女にはドラゴンの魂を吸収する力はありません。アレッシアについて詳しく知りたい人は別動画を作っているのでそっちを参照してくれよな。続いてのドラゴンボーンはレマン・シロディールです。彼はブアレンウッドとサマーセットを征服し、レマン朝を築いた伝説的存在で、第1期の後半には赤部入りによる侵略戦争、ペイルパスの戦いで勝利を収めています。ペイルパスの戦いで赤部入りの侵略者たちは、レマンがドラゴンボーンであることを知り、彼に忠誠を誓いました。この赤部入りたちがブレイズの誕生起源だと言われています。レマンはタロスと同じく神に近い存在とされ、多くの人が崇拝しています。続いてのドラゴンボーンは皆さんご存知、タイバーセプテム、通称タロスです。タロスは第2期に生まれ、タムリエル全土を支配して皇帝となった人物です。タロスは若かりし頃、スカイリムで他のノルドたちと共に育ち、スウームやリーダーシップ、戦争での戦い方について学んだと言われています。タロスが20歳の頃、かつて町であったオールドフロルダンを、ハイロックのリーチメンたちから取り戻したことが、彼の最初の功績として知られています。タロスの勝利の後すぐグレイビアードたちは彼を召喚しました。しかしその時近くの村にいる人たちが全員避難するほどの嵐が、グレイビアードたちが住む山に吹き荒れていました。それでもタロスは山を登り、グレイビアードたちに会いに行きました。彼らは沈黙を破りタロスの名前を口にすると、
世界が揺れたと言われています。グレイビアードたちはタロスに、いずれタムリエルを支配する者になると告げ、南に行くよう進言しました。そして後にタロスはタムリエル全土を支配して皇帝となり、セプティムの名を継ぐ彼の子孫たちは、全員ドラゴンボーンであることが知られています。セプティムの血統はマーティン・セプティムが死んだことにより途絶えました。マーティン・セプティムの死後、スカイリムにおいて世界を喰らう者アルドインが復活、最後のドラゴンボーンが誕生します。最後のドラゴンボーンはソブンガルデでノルドの英雄たちと共にアルドインを倒し、自称アルドインより強い最初のドラゴンボーンであるミラークも倒します。彼が最後のドラゴンボーンであると言われる理由は、スカイヘブン聖堂にあるアルドインの壁に書かれた予言に、アルドインが復活するとき最後のドラゴンボーンが現れると書いてあるからです。以上が知られているドラゴンボーンになりますが、他にもドラゴンボーンだと思われる人物が何人かいるので、そちらも紹介しておきます。マンカーケモランはメルエインズデイゴンを崇拝する邪教、暁の深淵の教祖であったハイエルフで、不老武士の力と権力を手に入れるため皇帝を暗殺、王者のアミュレットを奪った後、デイゴンからザルクセスの神秘の書を授かり、楽園と呼ばれる領域を作り出した人物です。マンカーは異なる舌を持ち、炎の言葉を話せると言われており、また聖アレッシアの魂を持つ、ドラゴンボーンしか装備できない王者のアミュレットを装備していたことから、彼もまたドラゴンボーンであると考えられます。そしてもう一人、ドラゴンボーンであると思われる人物が、イスミールという名前でも知られる、第一期ニアトモーラで生まれ、1位500年にスカイリムの支配者となったウルフハースです。イスミールという名は北のドラゴンという称号であり、タロスやペリナルホワイトストレイク、最後のドラゴンボーンはイスミールの称号を得ています。彼のスウームは非常に強力だったため、王になる時口頭で宣誓することができず、誓いの儀は初期によってなされたほどでした。多くの人物がウルフハースのスウームの強さについて語っており、故に彼もまたスウームの使い手であるドラゴンボーンだと考えられています。以上が歴代のドラゴンボーンたちになります。セプティムの血統を除けば数人しかドラゴンボーンはいないんだな。スカイリムの主人公が最後のドラゴンボーンだということは、もうドラゴンボーンは誕生しないのか。そう考えるとスカイリムの主人公ってかなりすごいやつじゃないか。タムリエルの歴史を知っていくとこのシリーズの主人公たちがなかなかすごい人物であることが分かってきますよね。確かに歴史を知れば知るほどゲームにより没頭できるようになるな。そういえばスカイリムの主人公はドラゴンの魂を吸収できるが、アレッシアとかはドラゴンの魂を吸収できないんだよな。この違いは何なんだ？そのことに関してはよく分かっていないのですが、私の見解としてはドラゴンボーンには2種類いて、一つはスカイリムの主人公やミラークのような、ドラゴンの魂を吸収できる真のドラゴンボーンと、アレッシアやタロスの子孫たちのような、血統だけ竜の血を受け継いだドラゴンボーンがいると考えています。なので厳密にはドラゴンボーンには2種類いると思われます。なるほどな。ドラゴンがいない時にドラゴンの魂を吸収できても仕方ないから、真のドラゴンボーンはドラゴンがいる時に現れるのかもな。もし今後ドラゴンがまた復活するようなことがあれば、ドラゴンボーンも再び現れるかもしれませんね。というわけで今回はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。